はい、今新大久保駅に来てます。ちょっとこれでね、エレベーターが全部変わってて面白いので行ってみたいと思います。ホームから改札までエレベーター2機乗り継ぐんですけど、実はこれ面白いですよ。改札は下にあるんですけど、一旦連絡通路に行くのに上に上がります。これがびっくりですよ。上に上がっていきます。で、連絡通路を2、30メーター歩くと、今度は改札に行きがあると。で、こういった感じで今ホームから連絡通路へ上がってきて、今度は改札へ向かうところです。で、初め私ね、改札から連絡通路を使ってみようと思ったんですけど、1回が4回高すぎないかと思ったんですけど、まあ実際高いところからまた下に下るんで、4回という表示は正解ですね。これで最後改札へ行きます。で、次1階というか改札に出ます。ちょっと改札出ます。動画は以上です。